さあやっていきましょう遊園地です。今日やっていくのはキャリアモードのグレートツリー。自然豊かな遊園地を発展させるシナリオみたいだな。では早速パーク内を見ていきましょう。真ん中にでかい世界樹みたいな木が生えていて、それを囲うようにアトラクションを建設していく感じか。既存のアトラクションもかなり飾り付けされていますね。今気づいたが、通路木の根っこに見立てて配置しているんだな。はいはいはい、大体わかりました。この遊園地はクソです。やぶから棒に何を言い出すんだお前は。自然豊かでいい遊園地じゃないか。まずこの世界樹みたいなやつ、こいつめちゃくちゃ邪魔ですね。邪魔って、この遊園地のシンボルみたいなもんだぞ。でも、こいつのせいでお客さんは大回りしないとアトラクションに乗れませんし、邪魔なもんは邪魔でしょうよ。やめてください。壊さないでください。ほら、お前にはこの世界樹の嘆きが聞こえんのか。先ほどから世界樹言ってますけどね。よく見てくださいよ、こいつ土 100% なんですよ。何言ってんだ、世界樹が土なわけないだろ。でも地形ツールでいじるとへこみますよ。なんだこいつ土じゃねえか。だからさっきから言ってるじゃないですか、これは世界樹でもなんでもなくって、ただのいびつな形をした土の塔なんですよ。く、我々は今まで騙されていたのか。というわけで、邪魔な土の塔はさっさと壊します。壊しました。あとは通路を敷き直して、地形をいじっていきます。はい、これで完成。土の塔はぶっ壊したが、他はそのままなんだな。まあ、壊す意味がありませんからね。あと、今回の目標が景観重視のものが多いのもあります。景観160か。結構大変だぞこれ。あと大変そうなのは月間収入だけど、これはモノレール集金でどうにかなるし。あ、今回はモノレール集金は封印していきます。ようやくまともに経営する気になったのか。毎度毎度モノレール集金とかいうチート使うのもどうかと思いましてね。あれチート扱いなんだ。もしくは裏技みたいなもんでしょう。確かに似たようなものではあるな。さて、それではアトラクションを稼働させて遊園地を経営していきましょう。すでに結構な人が並んでくれているな。不満が出ないように飲食店も設置しておきましょう。序盤はこれだけでお金が結構稼げるので、無理して景観を良くしたり、借金してまでジェットコースターを設置とかはする必要がありません。さて、そこそこお金が貯まったので、今度は景観を良くしていきます。人か建物を並べるんだな。しかし今回は自然豊かな遊園地がテーマ、それに合うような設置物をチョイスせねばなりませんね。よし、君に決めた。また UFO かよ。自然豊かな土地を求め UFO に乗って宇宙をさまよっていたところ、この星を見つけ侵略しに来た。よし、違和感はないな。違和感しかねえよ。まあこれで、アトラクション待機通路の景観と、パーク全体の景観がそこそこ良くなったのでよしとします。これで景観良くなるのが本当に納得いかねえ。じゃあまた森でも作りますか？このままでお願いします。さて、ここで問題発生。いつも何かしら問題抱えるなお前の遊園地。このロックトプスというアトラクションが赤字を叩き出しました。待機通路の景観は悪くないし、ゲストの評価もいい感じなのになぁ。となると単純にアトラクションのパラメーターが良くないと。まあ、赤字のアトラクションを置いてても仕方がないので撤去、新たなアトラクションを設置しました。と、またもや問題発生。なんだこの欠陥しかない遊園地は。飲食店の従業員から苦情が来ました。どんな苦情が来たんだ？仕事量が少ないらしいです。この大盛況っぷりで、一番左のお店っぽいアイコンが、飲食店の従業員なんですが、確かに仕事量が少ないって出てるな。これだけ大盛況でも仕事が少ないと苦情を出すなんて。で、この従業員たちはどうするんだ？めんどくさいのでほっときます。放置しといたら勝手に切れて、勝手に退職していくので、そうしたら別の従業員を雇いましょう。優しいんだか厳しいんだかわかんねえな。さて、先ほど新たに設置したアトラクションのハイパースピン、お客さんの評価も売上もまあまあなんですが、あまり人気がありません。そうしたらここ、ライドシーケンスを追加してあげましょう。これを追加するとどうなるんだ？単純に動きが増えます。今回は時計回りと反時計回りを追加。こうすることでアトラクションのパラメーターが変化して、こんな感じで乗りたがるお客さんも増えます。先ほどが4組くらいだったのに対して、すごい差が出たな。では、お金も貯まったのでアトラクションを追加、さらにライドシーケンスをいじって、お客さんがいっぱい並ぶようにしましょう。というわけで2つほど増やしました。先に作った方はすでに大人気だな。後に作った方もすぐに大人気になるでしょうね。っていうか、こんなに簡単に大人気アトラクションが作れるのに、なんで今までやってなかったんだ？どんなに優秀なものでも必ずデメリットというものが存在するんですよ。この方法でアトラクションを人気にした時に発生するデメリットは、アトラクションに乗っている時間が長くなりすぎて、他のお客さんの待ち時間が長くなってしまうことです。確かに長蛇の列にはなっているが、単純に人気だからなだけじゃないのか？確かに人気なのもあります。しかし、アトラクションに動きを追加したことで、通常のアトラクションよりお客さんの処理能力が大幅ダウン。このような状況になってしまうんですね。お客さんの回転率が悪いと売り上げも落ちちゃうしな。なので売り上げを増やすためにジェットコースターを設置しました。ジェットコースターは遊園地の花なので人気が高く、なおかつ、お客さんの処理能力に優
優れています。このジェットコースターなんかは同時に3台稼働できるので、回転率がめちゃめちゃ良いので列になりにくいんです。それでも長蛇の列になってしまってはいるがな。それだけ人気が高いってことですね。さて、ジェットコースターも作って売り上げも好調、目標も残すところ景観だけですね。で、景観を良くするために植林しているわけか。まあこれは悪い例なんですけどね、木はでかいし場所も取るし、大量に設置しても効果が出にくいんです。じゃあどうするんだよ。そりゃもちろんこれ、パーツの集合体を設置します。これを1個置いただけで、ハイブロンズクリア、ほんと優秀だな。先ほどのものと比較すると、一気に39伸びているのがわかりますね。ではさらにもう1個追加、これでシルバーもクリア、さらにバイプッシュだ。これで全目標クリアだな。どうだ、モノレール集金なんて必要なかっただろ。必要なかったが、久々に真面目かいかと思ったんだがな。真面目にふざけるのが我が遊園地、さっさと廃園してください。というわけで、ご視聴ありがとうございました。そろそろ運営は私をデバッガーとして雇ってくれませんかね。経営者としてはクズだけど、デバッガーとしては優秀だからな。モノレール集金に藤山集金、アトラクションループ、さすがにそろそろアップデで修正されそう。そしたら別のを考えるまでです。